皆さん、こんにちは。わたげです。ということでですね、ちょっと皆さんに今日はお話ししたいことがね、あるんですけど、わたげ、やらかしました。まあ、何があったかと言いますと、ちょっと前、本当に聞いてほしい。マジで聞いてほしい。なんか前にさ、動画の中で、私、まあ、高校3年生なんですけど、で、卒業式が迫っていた、行った時に、その卒業式に出るか出ないかみたいな。で、私のなんつ、あの、通信に通ってて、友達も全くおらず、コミュ力もない、わたげちゃんなので、ちょっと卒業式とかそういうなんか、もう全校生徒が、一つの場に集まるっていう会がすごい嫌いなの。だから今まで、体育祭とか、もう全部、文化祭とかも出てこなくて、でもちょっと卒業式は出た方がいいのかな、みたいな感じで、こう、すごい悩んでた時に、コメント欄で皆さんが、人生に一回だし、出た方がいいんじゃないとか、あと、親への感謝とかもあるんじゃないみたいな、すごいいっぱいね、意見をくださって、私もそれ一個一個読んで考えたの。あ、確かに人生一回やったら出た方がいいかな、みたいな。でも、親への感謝。あ、確かに私も親、転校するときにね、すごい、学校探してくれたりだとか、まあ、通信に行きたいって言ったときに、まあ、すごい、私の意思をすごい尊重してくれたりだとか、まあ、確かに感謝もある。出た方がいいか、ってなって。出ようって思ったんですよ。最終的にね、もういろいろすごい考えたのも、その二択で、ずっと揺れてて、もう何するときもその二択、もうお風呂に入ってるときも、ご飯を食べているときも、それはちょっと嘘かもしれない。まあ、結構考えてたんだけど、ね、出ようと思って、ね、卒業式いつなんだろうとかも確認してたら、その卒業式の日と入学試験の日が被ってるんじゃないかと、もう。いう疑惑が出まして、うわ、これダメじゃんって、もう、出れないんだと思って、もう親にも相談して、学校の先生にも、入学試験とかぶってるんで、出れないですっていう、もう連絡をして、もう諦めたの、諦めがついたの。まあ、しょうがないじゃん、うちの高校生活、バイバイと思って、もう、そこら辺はもう、潔く結構、思ってたんだけど、まあ、でも、本当は出たかったから、まあ、正味ちょっと悲しいな、みたいな気持ちだったんですけど、でもね、入学試験とかも、今これみんな卒業してるんだろう。まあみんなって言ってもまあ全然誰もわかんない。全然それも知らないけど。まあ問題はここからで、その次の日ですね。朝メールが来てまして、卒業式のご案内についてみたいな。今頃？と思って、まあ、開けたら、卒業式の、まあその詳細みたいなメールが届いてて、それをよく読んだら、卒業式が次の日でして、私が思っていたのとね。つまり日付を間違えていました。こんなことってある？なんでこんなことに、なんでさ、私は最初逆にスケジュール見た時に被ってるって思ったんだろうって、もう自分をね、すごい責めたわけよ。とても責めました。ただ、ね。もう本当にもうこればっかりはまあ人生一のやらかしかなっていうかレベルでめちゃくちゃ落ち込んでるんですけど、卒業式はね、あっけなく終わっていきましたね。もうミリオネアもびっくり、ミリオネアもびっくりといった感じの、ね、あっけなさだったな。まあ、ということで、今日はなんでこの動画を回してるかと言いますと、まあ、そのご報告と、もう一生学校行くことないんだなと思って、この前、最後の登校日ってすごい、って感じで言ったんだけど、まあ、結局学校に、卒業証書を取りに行くっていう、今日は JK を終えてこようと思います。ということで、まあ、今日が実質卒業式と言っても過言では、いや、過言だろう。わたげチャンネル。プリティ。はい、ということで、無事に着替えたので、行ってきます。心細かったので、マイシスター姉をちょっと召喚して一緒に行くことにしました。ありがとう、姉ちゃん来てくれて。はい、ということで、わたげ、無事に、せーの、てんてれーん。卒業しましょうと、あと、お姉ちゃんが、せーの、てんてれーん。花をくれました。ありがとうございます。ということで、わたげ、無事に、卒業しました。ありがとはい、ということでですね、わたげ、無事に、卒業してまいりました。ありがとう。ありがとう。え、ちょっとこれさ、一見さ、こうちゃんと、
こうパッと見たらさ、めっちゃ卒業式出てる感あるじゃん。ただね、これとかマジめっちゃ卒業式感超あるじゃん。なんだけど、これなんかママにインスタのさ、女子高生とかってすごいこういうのつけてさ、こう可愛く写真撮ってるじゃん。だからなんか私もこういうのつけたかったんだけどって、ママつけたかったんだけどってめっちゃなんかお願いしたら、なんか100均で買ってきたのでなんか作ってくれて、うん、マジめっちゃ感謝なんだよね、めっちゃマジでなんかハンドメイド卒業式ガチ勢みたいになっちゃったんですけど、でこれをつけてる写真、この写真をインスタなどにいろいろ載せてたから、あれ私卒業式行ったんじゃね説がね結構出てるんですけど、行ってないんですよね実は。なんかこうなんかみんな卒業式なんか打ち上げとかしてんのかなと思って、まあなんか一人でね、まあちょっと悲しかったんで、私もなんかそういう打ち上げみたいなことしたいなと思って、今日はもう一人で打ち上げをしようと思いまして、こちらちょっとこれ見えますね、ちょっと堅苦しくて嫌だし、でんでれんとカップヌードルとチョコレートケーキをなんかまあお祝いだからパーティーみたいな感じしようかなと思って、一番食べたかったのがカップ麺だったんで、カップ麺とこちらケーキですね、こちらで一人でお祝いパーティーをしようかなって思います。まずまあ皆さんもグラスを片手に持ちまして、今年度も大変お疲れ様でございました。まあね、卒業された方、そして入学される方、分からんけど皆さんお疲れ様でしたということで、せーの、ケーピー。まず炭酸水って甘くないやつだこれ。あ、でかで、まあ、いただいていこうと思います。いただきます。もうさー、あ、やばい、どうしよう、汚いよ。いろいろありましたね、高校生活。何があったかな、特に何もねえな。まあ、でも高校生っていう自覚あんまりなく終わったんだけど、マジで。なんかもうちょっとキラキラ、なんかこれが、YouTube 始めた時に、高校3年生友達のいない部門で一番キラキラ JK になりたいですっていう名言をね、私残してたんですけど、慣れたんかな。え、なんか個人的には全然キラキラはしてなく、キラキラはしてたんかどうかちょっとわかんないけど、楽しかった。まあ、なんか、こうやって YouTube 始めて、なんかめっちゃね、いろんな方が、なんか見てくれるのが、まあ、これがマジキラキラってことよね。そういうことでしょ？知らんけど。おおでもなんか友達がいないって言ってる割に、すごいね。インスタもすごいみんなフォローしてくれて。さ、こちらです、インスタは。幸せだなって思えた、特にこの1年間は、なんかコロナとか今いろいろあったけど、そのコロナのおかげでね、私も、なんか、こう SNS いっぱいできたし、すっげえ真面目に振り返っちゃってる。ごめんなさい。本当になんか、ありがとう。うまくね？カップ麺ってうまくね？卒業証書もらってやっと実感湧いてきた感じする。マジで？なんかさ、学生、なんか、ま、大学生も一応学生ではあるけどさ、なんかこの高校生と大学生のなんか違い、なんか明確な違いあるんじゃん。ここになんか社会人の壁みたいな、なんかそれがなんかすごい守られないのがすごい、なんか個人的にすごく嫌。責任逃れとなんかそういう感じじゃないけど、なんか大人の第一歩って感じしない？大学生って。やだえ、でもあれかな、大学生になったらさ、私のコメント欄のバグ治るかな。もうマジで毎回動画上げるたびにさ、コメント欄に封鎖されてさ、なんか制服なのがダメみたいな。そんなんやったらさ、世の中の19どうなるんやって話だけどさ。なんか中学生のさ友達はわりかしもう忘れるけどさ、高校生の友達ってなんか一生もんみたいなって金八先生が言ってたから、きっとそうなんだろうけど、どうしたらいいんだろう。一生もん作れんかった、私。金八先生どうしたらいいですか。私一生もないんですけど、どうかな、ちょっと今度金八に相談しよう。なんかお姉ちゃんと話してて、今積み重ねてる友達が将来自分の結婚式に呼べる友達なんだよってお姉ちゃんが言ってて、ああ確かにと思って、私がドバイの石油王と
結婚するときに、多分向こうの石油はめちゃくちゃその友達を呼ぶわけじゃん。こう、あ、おい、俺の石油仲間みたいな石油仲間を呼ぶわけじゃん。でも私さ、え、いる?と思って呼べる人やばくない?と思って、ちょっとそれですごいね、お姉ちゃんの言葉ですごく心打たれたよね。もう大学生で友達作ればいいのか。そうだよ、大学で友達作ればいいね。何を焦ってるのか。これからは一つ一つのね、その友達との出会いを大切にしようかなって思ったけど、ね、出会いのか何のか知らんけど、まあね、頑張ろうと思います。まあそんなこんなでだけは本日 JK を卒業したわけなんですけれども、皆さんね、今後も私が、ね、大学生になるにつれてどうなっていくのか、皆さんこうご期待ということで、今後もお楽しみにお楽しみに今日も見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンとコメントの方よろしくお願いします。バイバーイ。え、 JK の私見納めかもしれない。そんなこともないかな。バイバーイ。